写真、幼稚園生の頃の写真、3歳の写真を皆さんにお見せしたいと思います。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんがそう、そうなんです。水着はありません。水着はありませんよ。はい。でも家族と本当にそうアルバム見たらもう盛り上がっちゃって、本当選ぶなんか写真もいっぱいあって、なんかもう本当になんかなんて言うんだろう悩んじゃったんですけど、はい。ありがとうございます。本当に楽しいです。それでは、じゃあ、はい。じゃあまずね、そう若い順っていうのは変だけど、生まれた頃の写真、生まれた頃の写真をどんどん何枚あるんだろう。これ結構あって結構あるんですよ。そうこれぐらいめっちゃ今日ね見せたい写真があるんですけど、すごいたくさんあるんですけど、はい、寝顔はないですね。寝顔はないですね。ちょっとまず1枚目を見せたいと思います。まずは1枚目です。いきます。じゃじゃん。白黒じゃないですよ。見てください。似てますか？どうですか？これがね3歳の時の写真なんです。あ、そうです。見えるかな？反射しちゃね、超反射。こう見ればいいか。どうですか？私です。赤ちゃん3歳の頃、もうこの時の記憶が全くないんですけど、全く持ってないんだよ。そうで、なかなか髪の毛が伸びなくて、そう本当に幼稚園入って伸びたんだよね。あ、1歳か。これごめん、3歳じゃねえか。1歳か。1歳ですね。ごめんなさい。お母さんがおはようございます1って言ってきました。1歳ですね。すいません、3歳かと思ったら1歳です。はい、1歳なんだ。1歳で3歳ぐらいみたいだね。ね、すいません、ほんとまゆみさんそう、今戸を開けてね言ってきましたね。目がね、なんだろうね、ここね、赤ちゃんってここ好きなんですよね。赤ちゃん、ここ赤ちゃんのここが好きです。はい、若いです。この時は1歳です。今と面影あります？ないかなないよね。ないかな。めめがパチ、ありがとうございます。はい、クリクリしてる続いて、これが3歳が、お母さんこれが3歳ですか？ダダン。はい、ミキハウスの T シャツ着て、 T シャツじゃない、トレーナー着て、なんかピンのなんか巾着袋をかぶって、これいくつ？これ何歳？2歳、これ2歳、これ2歳なんだ。ごめんなさい、また間違えた。これ3歳かと思った。2歳です。面影あります？面影ありますか？そう、ピングなんですよ。ピングかぶってます。なんかこの時代お母さんがすごいピング好きで、そうすごいかぶってたんですよね。なんかこの巾着袋、そうミキハウス案件です。確かにミキハウスよく小さい頃着てました。面影ある？本当？小学生ぐらい見えた？こうやればあれかな。結構でもなんか大きいよね。大きいよね。ね、この時から被りも、確かにこの時から被りもしてたね。ねえ、それなんで被ってんだろうね。私もわかんない。これピア、ピンが流行ってたのか。この時流行ってたんだね。じゃあ続いていきますね。続いて、これ前にしたことあるよね。これ何歳？これ3歳。これこそじゃじゃん。なんで一のポーズをしてるのかわかんないんだけど、カラー写真ですよ。カラー写真ですよ。皆さん大丈夫です。1995年生まれなんで安心してくださいカラー写真ですよ。面影あります？どう？今とも変わっちゃったけどあ、トゥース、トゥースしてる、トゥースしてる。これこそ3歳だと、3歳でかな、2歳か。これ2歳か。すごい、ショートだったらこんな感じなのかな。レス送ってるレス送ってる。この時からあれなんかレス送ってたんかな。ね、そう、何、方眼すごいすごい、ドドンパ、インテリ系。どういうこと？こんな感じです。はい、女の子、なんか男の子っぽくも見えるよね。こんな感じですね、うん、はい、こんな顔してました。で、続いてが、あ、これでもめっ、面影ないですか？じゃん。これいつだ？これもなんか若干若干なんで一のポーズみたいなしてるんだ。またトゥースみたいなしてるんですけど、すごいすごい、なんか不思議な服着てる。クマにウサギに、忙しいねこれ忙しい服着てる。どうですか？ね、女の子もなっていた。なんかでもまたトゥースなんですけど、はい、面影ある。本当？面影ある。また1位みたいなやってるね可愛い、ありがとうございます
トゥース好きだよね、わかる、すごくありがとうございます。こんなこれが4歳かな、これも3、なんかでも幼く見えるね。ん3歳、3歳前、3歳前ぐらい、2歳ちょっとぐらいなのかな、じゃあかな。今すごい声がしましたね、はい優勝した。面影あります、あ、面影あります、こんな感じで。じゃあ続いてこれも面影あるかも。こんな感じ、何のパジャマ着てんだろう、これこれもあれだ、ミキハウスだ、その服着てますね、パジャマ。これがいつなんだろう、これも3歳、あ、これは3歳だそうです、やっと3歳来た、すごいね、どこ見てんだろうって、目でわかる、本当難しいね、これ反射しちゃうんだけど、見えるかな、こうだったら見えるかな、雰囲気出てる、本当笑い方が無理になっちゃう、恥ずかしい、私は下の歯も出ちゃうんだよね、笑うときね。そう、グラビア見て、確かにグラビアみたい、グラビアみたい、上からね足なんか伸ばしちゃって。これはお母さんだと思います、撮影したの、お母さんがよくね、あの撮ってくれた気がする、落書きしてそう顔に。いいアングル、ありがとうございますね。こんな感じでこれがやっと3歳来ました、はい。続いて、これ怖い、これなんでこんな人形持ってんの私。しかもなんかすごいほっぺ赤いんだけど、これ待って、すっごいリカちゃん人形、なんかリカちゃんのあのボーイフレンドみたいな人もいる、パパ、あ、これパパだ、リカちゃんパパだ、これリカちゃんパパの格好してる、見てこれいっぱいいる、すごいいっぱいいる、めっちゃ、でも待って全然覚えてない、なんかバービー人形混ざってるし、これなんかね、すごい、この時からやっぱ収集癖だったのね、ね、なんか酔っ払ってるみたいだよね、酔っ払ってるのアメリカ、酔っ払ってるみたいに、酔っ払ってるみたいに可愛いんですけど、すごいね、そうリカちゃん人形とか、なんかでもジェニーちゃんがすごい好きで、そうなんかその後に出たいるんですよ人形が、そうジェニーちゃんっていう人形が本当に好きで、ジェニーちゃんが好きでした、この時からね、もう収集癖が始まってますね、お人形大、そうリカちゃん人形でもこうやってなんかトントンさせるのすっごい好きで、そう遊んでましたね、可愛い、なんかトン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 歩かせるんですよ。可愛い。本当だ、写真全部私の。そうだね、語ってますね、これもうないかな、もうないですね、ないかも、はい。じゃあ続いてこれが4、え、これ3歳かな、見て見て、ちょっと顔が友達の隠れてるんですけど、これちょっと水着です。水着です、これはこれも3歳ですか、多分幼稚園上がる前かな、はい。ポポちゃんも、あ、そうポポちゃんもね、時代で、その後にメルちゃんも、そう来た、ジェニーちゃん大好きだった、そう私もジェニーちゃん大好きだったの、なんかねちょっとお化粧してるんですよね、初グラビア。水着です、なんかすごい柄の水着着てる、そう遊んでましたね本当に、そう水着ですね、なんかでもどうですか、面影あるかな、面影あります、なんかこんな話して、こっちか、こっちして、あ、ちゃちゃまらが出てた、こんな感じ、刺激が強い、目のやりどころ全然大丈夫でしょ。このこっちです、こっち左側、なんて言えばいい、私から見て左、ごめんね、なんかみんなから見て左かな、こんな感じです、はい。そうごめんね、ちょっとこうなんか、ね、写真が難しいですよね、こうなんかね見せん、こう反射しちゃって、こんな感じです、はい、同じポーズ。でも変わったかな、じゃあ続いていきますね、続いてこれ。これが幼稚園の時、はい幼稚園の時です、これが4歳の時なんで、また1と2、10、10、1と 2?21 歳やってんのかな ?2 と1と2、12歳やってんのかな、これ西があったって、そうなんかひらがなでやっぱ書かないとじゃないですか、幼稚園の時って、これもう本当にインパクトあるよねこの体操着、西があったって、そう2つ結びしてましたね。こんな感じでした、すごい前髪めっちゃボサボサ、なんでだろうね、ワンツーなのかね、これなん1、すごい1のポーズしてる、そう西誕生、そうだね西だね、なんか1のポーズ好きすぎない。これ生誕T。 待って、こんな西型って書いてあるやつ着る、みんな着ないでしょ、着ないでしょ、字の配分間違ったらだってお母さん。確かに高狭い。めちゃめちゃ高狭い、これお母さんだと思う書いたの、本当に着ります、生誕 T で西型って書いてあったら着る、本当に着ます、
着るよ、クサクサって入ってるよ。ほら着ないねだって、ほら着ないねだって、ほら。じゃでも今年の生誕 T はもう考えてあるので、はい、楽しみにしててくださいそう、西方ではないけどね、そうこんな感じです。はい、生誕 T に採用しようとか絶対着ないでしょ。着ます着ます、パジャマででしょ。私はこれを着てあの新潟県を歩いてほしいです。はい、じゃあ続いて、え、これいつの写真だ、ちょっと友達が写っちゃってるんでちょっと隠しますけど、これは、え、何を撮ってるんだろう私、これです。どう、面影ありますか。え、これ何撮ってんの私、なんかタコみたいなの撮ってるよえ、タコ撮ってんの、シャコ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 ってこんななんか浜辺で撮れるもんなのね、潮干狩りだね。そうそう、シャコだって、シャコ素手で撮ってるよ私、絶対今、絶対今多分撮れないと思うけど、なんか二つ結びやっぱ多いねピンク着てますね。シャコだってへっちゃらだったのねへっちゃらワイルド、めちゃくちゃワイルドじゃない片手にシャコシャコ取れたみたいなシャコ取れたよみたいなね。確かに子供の頃って何でも触れますよね、本当にね、なんでしょう、あの昭和の教科書写真みたいな、失礼な失礼な、シャコ取ったどうって言ってんのかなわんぱくだね、ね、すごい、こんな時でしたね。続いて、あら、これも面影ありますか、なんかまた二つ結びしてるんですけど、これもアンパンマンと一緒に撮ってますね。どこ見てんだろう、どこ見てんだろうね。これも何歳だ、これも4歳ぐらいかな、4歳、3歳、これ、え、3歳、もうちょっと戻っちゃったね。アンパンマンがいますね、アンパンマンの顔が、アンパンマンの顔がちょっといかつい眉毛がいかついね、どんなポーズね、なんか座ってるんだけど、え、アンパンマンの顔がいかついね。アンパンマンミュージアムかな、これどこ行ったんだろう。みんなが踊り出すよって書いてあるここにあ、真似した、あ、真似してんのかな、真似してるのかもしんないね、真似してる、違うかな、めっちゃいかついよね眉毛ね、なんか眉毛すごいよね、ちょっとアンパンマンなんか逆に気になっちゃう平成です、皆さん平成ですよ、安心してくださいね。続いて、ちょっと隠そうかな、いとこが写ってるんですけど、はい、なんかセーラームーンの服着てます。これもまた2つ結びしてますね、ねすごい、なんかね、いとこがあのおじゃまじょどれみのはずきちゃんかな、オレンジ色だからはずきちゃんが着て、私がなんかセーラームっていう謎のコラボしてるんですけど、これ何歳、4歳か、これ4歳か、なんかすごい焼けてるね私焼けてますね、またまたツインテールしてますね、肌焼けてるよね、ね、ということで続いて、あ、待って、結構、え、これ大人じゃない、すごいすごい、あ、出てきました、あー、ごめんなさい、写真が、まだ、写真が撮られちゃう、よし、続いて、はい、続いていきますね。これ、なんかこれも今じゃないって感じじゃない、してそうじゃない、何のポーズみたいな何のポーズみたいな感じで、我が家も着てた、あ、本当？流行ってましたよね、これ何のポーズみたいな、ハーッとしてるけどなんかでもこれなんか一番今までの写真の中で、あれ面影あるかも、酔っ払いみたいなね、本当にね、なんだろう、ハートしてるのか、なんかベル出してるのか、目あつぶってるのか、なんか忙しい写真だね。でもケーキだから誕生日かな、マリナって書いてあるね、ケーキ誕生日の時ですね。これでもいくつなんだろう、髪の毛長かったね。続いて、お兄ちゃん、まあ、お兄ちゃんと私です芋掴んでる紫芋掴んでる、そう、芋お兄ちゃん、お兄ちゃんとは小さい頃は似てたんだけど、そう、なんか小さい頃ってそういっぱい芋掘りしませんでした、私なんかね、芋をすごい掘った気がする、あのじゃがいもとさつまいももすごい取った、なんか芋掘りってそう恒例行事ですよね。ね、なんか芋掘りをたくさんした気がする。嘘、したことないだよね、しますよね。なんかね、すごいいっぱいしたんですよね。お兄ちゃんと写ってます。す
すごい芋美味しそうに持ってますね。芋掘りありますよね。じゃあ続いて、やばいこのペースでいくとなんかどんどん結構あれかも。すごい早いスペースかも。あ、これ写真見せよう。さっきのアンパンマンミュージアムので見てください。すごい大きい写真なんですけど、見てこれ、お兄ちゃんとめっちゃ顔似てるんだけど、小さい頃。そうアンパンマンの顔がちょっと今とは違うんだけど、そう大きい写真、これどうですか、面影あるかな。またどっか見てね、またどっか見てるんですけど、そうめっちゃでかいんですよこの写真。お兄ちゃん、そうお兄ちゃんと私です。似てるお兄ちゃん。そうアンパンチされて、確かにお兄ちゃんアンパンチされて、そうこんな感じで、さっきの写真だね、アンパンマンと一緒に写真撮った。真ん中がマリナちゃんなわけ。こっちだわ。こんな感じです。はい、お兄ちゃんと私です。お兄ちゃんかっこいい。今でも全然だよ、本当に面影なくなっちゃった。お兄ちゃんお兄ちゃんね、全然面影なくなっちゃった。じゃあ続いてこっちもね、大きい写真なんですよ。なんかこれもね、すごい大きい写真なの。ごめんなさい、あのね、他の方が写っちゃってるんですけど、はい、これね、あられちゃん、なんかね、あられちゃん、なんでだろう、あられちゃん流行ってた、お母さんこの時代流行ったのかな。お兄ちゃんと私となんかあられちゃんに抱っこされてるんですけど、そうめっちゃ大きい、めっちゃ大きいんですけど、すごいなんかブルマみ、なんかねあられちゃんに捕まれて、ブルマみたいになっちゃってるんだけど自分が。そうまたどっか向いてるんだよね、カメラ目線できないみたいな。あられちゃん、そうめっちゃでかいんだよこの写真。ブルマみたいになっちゃってるんだけど、そうあられちゃんこんな感じで、そうなんかね、とにかく着ぐるみとかなんかこういうなんかなんて言うんだろう、わかります？なんか飛び込んだら優しくしてくれる系がすごい好きで。わかりますか？なんかなんて言うんだろう、着ぐるみとか、これも着ぐるみのうちに入るのかな。そうなんか、そうなんかね、なんかビューしてくれるじゃないですか、そのこういうなんか着ぐるみとかにさ突っ込ん、なんかもう走っていったらさ、だからそういうのがすっごい好きで。すごい好きで、そうそうなのね、ずっと昭和感、本当に。でも確かに昭和感否めないね。そう、兄ちゃん、お兄ちゃん、確かにお兄ちゃんの方が、お母さん曰くなんか小さい頃は本当にお兄ちゃんの方が可愛かったみたいで、顔は。そうそういうの昔怖かった、本当に私全然好き、もう超好きでした。お兄ちゃんこんな感じですね。はい、あれちゃんも間違いなく昭和だって。昭和なのかな、昭和なのかな。なんかねこの時ねすごいね流行ってたんですよ。そうあ、もう一回やったのか、再放送でやったのかな、流行った時期で。そうということで、小学生の時ということで、続いてもまた小さい頃の写真です。じゃじゃん。これすごい陽気なんですけど、なんかすごいさ、こういうさ光るイヤリングとか光るカチューシャがものすごく私は魅力的に感じてて。待って、昭和55年ぐらいだって、あられちゃん。やばい、また疑惑出ちゃう。また疑惑出ちゃうけど、みんな信じてね、昭和じゃないよ。平成だから。そう、このね、そう光るあの耳のやつとか光るカチューシャとかがお祭りを売ってるんだけど、本当にこうお祭りにいる時間帯しかもう光らないっていう、お家に帰ってももう光ってくれないってやつなんですけど、もう本当にこれこそなんか歴代のサイリウムって感じだよね。これこそサイリウムじゃない、わかる？なんかさ、パキパキって折って色出すんだけど、本当にサイリウムと同じ仕組みなんだけど、この時がめちゃめちゃ流行って、そう光る腕輪とか大好きだったの。それがね300円ぐらいかなんかしたよね、ちょっと高いんだよね。そうでもすっごい買ってもらいましたね、イヤリングとかすごい好きだったの。そうそうなんですよ、確かサイリウム、そうだよね、そうだよね、ブレスレットとか、そうあ、ケミカルライトっていうの、そうこれ本当に一晩しかね持たないんですよ。そうだけどすごいお気に入りでしたね。なんかすごいね、今の子ってつけるのかな。ケミカルライトか、ケミカルライトっていうんだね。そうで続いて、あ、ほら見て、もう証拠ほら、ほうとほらほら、証拠2000じゃない、間違えた、2000年の12月16日の写真でございます。ほら写真がちゃんと、ほらほらほらだ、ほら見て、平成。あ、今 LDD みたいな感じ。その時はもうね、4、あ、これ5歳かな、
そうだね、5歳ですね。こんな感じでね、ほら設定できるからとか、ほらこんな小さい子に設定する、私がしないでしょ、ほらもう合成じゃないから、ほら削れないから、こんな感じです。はい、そうそう、なんかね、巻きツインがすごい好きで、なんかお母さんがすごいしてくれたの、そうホットカーラーでしてくれたの、そうすごい巻きツイン好きでしたね。なんかね、この頃もうできないよね、今はね、まあ、今はもうなんか巻きツインとかしたらもう痛いんですけど、そうしてました、よく本当にしてましたね、本当にカーラー加工してないわこんな感じ、キャンディーキャンディーみたいなって言われたキャンディーキャンディーお母さんが知ってるかな、巻きツイン、そうこんな感じでしてましたね。はい、じゃあ続いてこちらですね、これが謎の写真なんかアルバムの、なんかこれよく見るとね、なんかね、なんでなんかわかんないけど、焼きくって書いてあるんですよ。これ何が言いたかったかわかりますか、焼きくって書いてあったの、そう焼きく、これ何だと思います焼肉じゃないんですよ、そう焼きくって、これ謎だよね。なんか粘土のやつでなんか焼きくってこっちから書いてるんですけど、これが何を伝えたかったかわかりますか、これ結構難題な気がするあ、ごめんね、ごめんね、焼き食って動いてるかな、動いてるかな、そう焼き食って分かりますか、野球でもないんですよね、そう雰囲気違う、本当そう焼き食って社畜ではないな、社畜っていう言葉は知らなかったな、今度焼きそばでもないんですよ、野球うどんでもないです、これ出ないよね。私もねこの写真だけ見たら全く分かんないんですけど、これね、私曰くお母さんのアルバムの文字に書いてあったのがクッキー屋さんって言いたかったみたいで、謎にね、なんかね、そう全部バラバラなの、私そうそうクッキー屋さんってやりたかったんだけど、なぜか焼きくなぜみたいな、なんかね、でも逆に書いちゃう字あったんだよね、お母さん、私鏡文字だっけ、そうなんかね、そう今でも頭同じ現象、同じ鏡文字は書けないけど、なんかね文章をなんか逆から読んじゃったりとかする時ってたまにあるんですよ、私そうだけど、その時からもうその時から多分もうこの時からもう多分おかしかったんだろうな左利きだからかな、わかんないけど、そうなんかね、そうちょっとねおかしかったんですよクッキー屋さん、そうクッキー屋さんって書けたからちっちゃいつもないっていうねあ、感覚が左だからからかなね、そう焼きくって書いてあったんですよね、本当に謎の写真でございます。じゃあ続いて、はい、すごいなんかこのペースでいくと結構早いかも、結構早いな、でも見せたでしょ見せたでしょ。じゃあ続いて、これが私の小学校に上がった時の写真かな、もう小学校の写真入っちゃうんですけど、7歳の時ですね。はい、じゃじゃんジーコと写ってるんですけど、見えますかね、見えますか、すごいちょっと白飛びしちゃうね、そうこれ私七五三の時にそう来てて、そうジーコとジーコ多分もうそうだねこんな感じでしたね、そうジーコと写ってました、七五三のそうだね7歳の時ですね、そうジーコダンディだってこんな感じですね、ジーコが本当にお母さんにそっくりで、私もジーコの遺伝をもらったんですよ、バーコよりもジーコに似てるのでハンサム本当。そうでもね、なんかジーコがなんかすごい自慢してて、なんだっけなんかなんかね、あるなんだっけ、なんか俺はモテすぎてなんか街を歩けなかった自慢をするんですよジーコだった、もう先生めちゃめちゃ怖かった、めちゃめちゃ怖かった、あの新人の先生ってさなんか優しいみたいなイメージあるじゃないですか、あるじゃないですか、だけど新人だけどめちゃくちゃ怖かった、めちゃめちゃ怖かった本当に怒らせちゃお母さんよりも怒らせちゃいけない先生だと思ってて ありがとうございます、本当に本当に怖かったんですよ、本当に怖い、
そう、あ、若い方の方が確かにそうだね。そう、鬼教師でした、本当に本当に本当にそれぐらい怖かったんですよ。めちゃめちゃ怖かったんです。お母さんより本当に怒らせちゃいけない人で本当に怖かった。はい、小学校6年生の時のこんな顔でしたね。はい、え、全然モテ、マジでね、私ね本当にモテなかったの、本当に私モテなかったの、本当に私ね本当にモテなかった、本当にひどいあだ名をつけられたぐらい本当にモテなかったんだけど、そう本当にね、あの私の周りの方に聞いてほしいぐらい本当にモテなかった、本当に本当にね本当にひどいあだ名をつけられたぐらいなんですよ。はい、ということで、じゃあ続いていきますね。続いてこれが中学1年生の時ですね。これ見せたことあるかな。はい、この時なんかね、なんだっけ、なんかピンク、なんとかピンク、なんとかピンクっていう服が流行ってて、そう、かぶってた、あの着てたんですよね。わかる、お母さん、なんだっけ、なんとかピンクなんとかピンク、この時はね、まだね、あぶなんかすごいクマと撮ってるんだけど、これディズニーランドだね。あ、ピンクラッテ、そう、ピンクラッテが中学校の頃にすごい流行って、ピンクラッテをめちゃめちゃね着てたんですよね。ちょっとバチバチのなんか本当に紫とピンクっていうなんかすごい推したいカラーなんですけど、そう、この時から着てましたね。はい、ディズニーですそう、これ本当に流行ったの。そう、ピンクラテがめちゃめちゃ流行って、そう、バチバチになんか本当に紫のこれダウンコート着てるんですけど、でなんかオーバーオール、ピンクのなんかチェックのオーバーオール着てて、そうそう、違いますよ、今村さんじゃないですよ、みんなねひどいね、後ろのクマ今村さんって言うんだけど今村さんじゃないですよ。そう、確かに似てるけども、こんな感じでしたね。はいそう、ピンクラテが流行ってて、そう、今村さんめっちゃ似てるよね、めっちゃ似てるめっちゃ似てる今村さん似てるな。まあ、こんな感じでね写真撮ってて、はい、これめっちゃ隠すの大変なんだけど、ちょっと待って、隠すの大変なんだけど、こんな感じで、はい、あのお友達と朝のね始発の新電車か、で釣り友達見えちゃったね。はい、そう、細眉かもしれないけど、そう全略が懐かしいですね。全略ヤンキーって言われるよね、絶対ヤンキーって言われると思った。そう、やんちゃそうだと思うじゃないですか、やんちゃそうだと思うでしょ。私ね、ちゃんと勉強してたんですよ、お父さんと一緒に。そうね、お母さん、お父さんと勉強してたよね。家庭科はお母さんが教えてくれて、その他の教科はお父さんがね教えてくれたの。そう、この髪型してほしい、本当。でも普通にツインテールとあれで流してるだけ。そうそうなの、勉強で、ね、ヤンキーじゃないよ、全然ヤンキーじゃないよ。そう、勉強してて、そう、本当になんかね、眉毛のね加減が分かんなくなっちゃったんだよね。なんか眉毛いじり出すじゃん、なんか中学生の時とかって。そう、なんか加減が分かんなくて、そう、多分すごい細くなっちゃったんだよねそう、細くなっちゃったんだよね。じゃあ続いて、これも、あ、ごめん、これ小6の時かも。これが面影ある、面影ありますかね、私どうかな、これごめんなさい、ちょっと一旦戻っちゃいます。小学6年生の時の写真です。これね、確かね、キッザニア行った時の写真なのかな。キッザニアに行ってたんですよね。キッザニア大好きだったんですよね。そう、パッツン時代そう、あ、本当、東京の子って感じ、本当にそんあります。そう、この時ちょっとこれすごいなんか飛んじゃうんだけど、そう、キッザニアっていうのは、あのなんかね、職場体験ができるところなんですよ。なんかね、なんて言えばいいんだろう、なんかね、ハイチュウ工場があって、ハイチュウを作れたりとか、あとなんか幼稚園みたいな、保育士さんみたいになれるところとかあってほんたりとか、あと消防車でなんかそう、水をかけて火消すみたいな、なんかすごいなんかリアル職場体験みたいななんかできるんですよ。そう、この頃に出会いたかったすいません、本当にもう今をね、もうすいません、劣化しちゃって。そう、夢の工場、そうあったんですよね。そう、ちゃんとお給料くれる、そうそうなんです、そうなんです。こんな感じでしたね。はい、じゃあ続いてがですねちょっと待って、これいいかな、これ載せますね私があの言われた前髪油揚げ時代です。ごめんなさい、ちょっとね、これ中学校のあの修学旅行なんですけど、見てください
ね、ほんとさ、なんかさ、油揚げ通り越して海苔みたいなめちゃめちゃスンとしてるんですよ面影あります？やばくない？これなんか全部埋まってるんだよね。荻生花よりもパッツンみたいな。そう、本当にやばいよね。これ視線何があったんだろうね。確か奈良京都に行った気がする。これそう、何を見てるんだろうって感じですよね。本当にもう、あ、もはやそうだね、水泳キャップだね本当に隙間ないの。そう、なんか急に芋っぽくなったよね。そう、芋っぽくなってしまって、そう、なんだろう、パッツンの加減わかんなかったのかな。そう、なんかずっと見つめてるんですよね。何があったんだろうねしかしか何があったんだろう。超パッツン、本当に何があったのかわかんないけど、なんか多分自分で切ったんだよね。はい、こんな感じです。ちょっと待ってね、いっぱい写真見せたかったんだけど、あとね、あれ、どっか写真行っちゃった。あ、結構これかな、これここまでかな。お母さん高校の時の写真がないかもね。どっか、あるかな。でもこれすごい隠すの大変だな。めちゃめちゃ隠すの、ちょっと待って、どうやって隠そう。友達とね、そう、あの写真があるんですけど、ちょっと待って、どうやって見せようかな、どうやって見せようこれでも、これ見せたことあるかな。この時スライドの携帯を使ってて、この時ここですね、これスライドの携帯を使ってます。この時に、これ高校1年生の時だね。はい、リアル JK 時代ですパッツンの時、パッツンだね、この時も。なんか結構パッツン率が、これ見せた気がする。そう、これこんな感じ。そう、これ見せたことあるかもね。そうです、これがリアル JK 時代でございますあとはですね、あるかな、あと見せてない写真あるかな、ちょっと待って。なんかそう、なんかオレンジ色のやつ、なんでだろう。なんかでも あれだね、見にくいね、見にくい。ここです、これです、これです。そう、この時見えますか、文化祭。そう、文化祭の時、なんかハロウィンの時期でもないんだけど、9月22日って書いてあるから、そうじゃないんだけど、そう、こんな感じでハロウィンの格好をしてましたね。そう、あ、22歳だと思ってた。ですかね。あとはね、なんかこんな感じでやってたかな。なんか懐かしい、すごい懐かしい。こんな感じで、なんかこれも隠すの、これどうやって隠そう。これも高校時代ですね。あ、間違えちゃった。こんな感じで、そう、なんかお揃いね、クラス T シャツ着て、頭ね巻いてみたいな感じでしてて、はい、クラス T シャツ。これ2011年だ、2011年です。高校1年生の時です。体育祭です。はい、いただきますみたいなことしてるねそうね、こういう派手な T シャツ、色派手な色してるよね。そう、すごいね、こう仲良しだったんですよね。そう、これです、こちらです、鉢巻き。そう、鉢巻きね、こんな感じでしてましたね。はい、こんな感じかな、高校生の時は。はい、あとはなんか謎にすごい、そうだね、なんか多分もう写真が高校生になってくると現像しなくなっちゃって、そう、そう、あ、これとかもめっちゃ面影ある。そう、これとかも、あ、友達とディズニーシーかな、ディズニーシー行った時に空からちゃんがいるこんな感じでしました。またピースの出し方が、ピースの出し方がこうなんですけど、はい、こんな感じで行ってましたね。女の子と、女の子4人と、はい、行ってましたね。すごい、もう、え、なんか今っぽいね、今だね、なんか今っぽい。これね、ね、何年だ、2000、あれ、あ、書いてなかった日付、これ違うわ、この数字違うもんね。そう、この時はいつだろう、高校、あー、1年かな、高1の時ですね、高1の時でございます。はい、髪の毛長いね、髪の毛長いかも
確かに確かに。え、本当にね、本当にモテなかったの。き言っとく、本当にねモテなかった私本当に周りの友達に聞いてほしいです。で、そして今何時だ、ちょっと待ってね、大学の頃の写真を見せますね。あ、57分、結構いい時間ですね。続いてが大学の頃の写真です。じゃあこれ友達に作っていただいたんですけど、見てやばいよね、大学のさ、あれ授業でこんな顔で寝てたんだよ、今と変わんないって、こんな感じです。はい、え、高嶺の花だった子がマジでそんなんじゃないですよ、本当にそんなんじゃないですよ。ほんとこの時から変な顔してるんですけど、変顔ばっかしてるんですよ。これが大学生の時ですそう、これね、あ、落書きで書かれた、これプリクラのやつを切り取られたんですけど、はい変顔めちゃめちゃ多いよね、ほんと変顔ばっかしてるんですよ。これ大学の時に使ったばっかでしょ。そう、なんか荒ぶってるよね、ほんとにこんな感じで。そうそう、すごいよね、こんな感じで、もうほんとふざけてばっか言ったんですけどこれとかやばいこんな感じで、そうしてましたね。これが大学時代の時ですね。そう、こんな感じです本当にこんなことしてるからさ、本当にモテなかったんですよ、本当にモテないです。はい、見て、もうこの辺、この寝顔見てどう、モテると思いますかね、モテると思いますか本当に今と変わん、本当にね今と変わんないですよ。もう本当にこの時からもう全然こんな感じでしたね。はい、で最後に、そうですね、これが大学の時に、これ隣にお母さんなんですけど、はい、大学の時の写真ですね。もう今だね、もう今ですよね。ね、髪の毛伸びたな、この時も髪の毛ちょっと短かったんですけど、はい、こんな感じでしたね、大学の時って感じでございます。どうでしょうか星の顔お母さんです。はい、こんな感じだったんですけどほぼ今、もうほぼ今だよね、ほぼ今、ほぼ今。あ、そう、髪の毛がね、そうなんです、ちょっと明るかったんですよね。そう、明るかったですね。今もう落ち着いちゃったんですけど、はい、こんな感じです。いかがだったでしょうか。あとは久しぶりにこの写真がこれめちゃくちゃインパクト強いね。前のもね見せたんですけど、この時もね、なんかセロハンテープの話をしたよね。懐かしいよね、ほんとこの喉の奥まで見えちゃってるんですけど、なんでかセロハンテープ貼って泣いてるんですよ。これね、前にも見せたんですよこの写真、やっぱこの今までのその写真の中で一番これが本当に衝撃的本当にこの写真が一番衝撃的でございます。はい鉄板だよね、この写真、もう本当にそう、これがやっぱ一番インパクト強いかなね。そう、なんでだろうねこれあとはですね、あれ、お母さん、なお母さんなんだっけ、中井美穂さん、そう、なんかフジテレビさんのアナウンサーさんと一緒に写真を撮った写真があるんですよ。そう、これ私なんですけど、隣が女の子、友達で、そう、中井美穂さん、はい、そうなんです、そうなんです、そう、お母さんがね見つけてくれて、そう、古田さんの奥さん、そうなんです。ちょっとね、ごめんね、なんか近づければ近づけるほどちょっとボケちゃうんですけど、そう、こんな感じで撮っていただきます。これでは本当にこれでは、そうなんです、そうなんです、アナウンサーさんと一緒に撮っていただきます。お綺麗ですね、めちゃくちゃお綺麗、はい、貴重な写真。あ、古田さんと握手したこと、おお、前にお店来たこと、おお、そう、あ、こんな感じですね、はい、あ、世界陸上の、あ、司会してかす、あ、そうなんですねはい、会えちゃいましたね、すごいすごい。ということで、こんな感じで、どういう経緯でも撮ってもらったんだろう、なんかいらっしゃったんだよね、多分いらっしゃって、そう、その時にそういらっしゃって、なんかね、あれかな、テレビの取材してたんだよね、その時にそうね、たまたまそう撮っていただいて、はい、って感じです。いかがだったでしょうか、私の過去を全て見せてたんですけども、いかがだったでしょうかなんかこう、実家だからね、本当にできる企画で、そう、皆さんのお気に入りの一枚とかがありました？
秘蔵映像は SNS の少しだけで、あ、全然大丈夫です、全然大丈夫です、はい、全然大丈夫。 JK 時代が好き、本当？あら、ごめんね、もう JK じゃなくてさ、もう JD でもないし JK でもないんだけど本当に、あ、クラス一緒だったら本当にね、本当にね、本当に好きになってないと思う、本当にね、本当に好きになってないと思う。あ、ジーコがハンサムだった、ジーコの写真って他にあったかな、ね、あったかな。あ、小6の写真が良かった、今が一番好き、ありがとうありがとう、すごい、みんな待って小6 あ、大学生時代が一番若かった、うんと高学年から変わってきた振られてた、ほんと東京の人ってわかる、ほんとなんか出てます、全然なんかそんな全然ないんですよ、私全然本当にあの東京出身ではあるんですけど、本当にそんな本当にね、もう栄えてるところじゃないんですよ、本当に本当に本当に今が一番、ありがとうございます。あ、これジーコだ、あ、これ見せたことあるね、これ見せたことある写真なんですけど、マジで顔濃い、じいちゃんじいちゃん本当にお母さんにそっくり、そうこんな感じです、じいちゃん、あ、はい、あ、先ほどの写真のアップだ、そうじいちゃんマジでこれね載せたことあるんですよ。そしてこちらまた向井アナウンサーと一緒に撮っていただいた写真ですね、はい、あー、これもジーコだ、やば、ジーコなんか私にやっぱ似てない、わかりますか、私とジーコ似てないですかジーコ似てるよね、私なんですけど、これお兄ちゃん、そう似てない。髪の毛染めようと思ったきっかけはあれですね、ずっともうめちゃめちゃ大学生デビューです、大学生デビューです、私本当に今までその染めたことがなくて、写真なんていうの、今までずっとそれで大学生になってなんか周りが染め始めて私も染めてみようと思って染めたのが大学生デビューですねはい、でジーコです、こちらです、本当に顔濃いジーコ菅原文太さん、文太さん似てる、じいちゃん似てるって、お母さんがおーってうなずいて、お兄ちゃんを僕にください本当にお兄ちゃん、お兄ちゃん好きですか、あ、ごめんなさい、文太さんって言うんですか、文太さん、すいません、そう高速、そう高速とかあるから、そうなんかでも夏休みでも私染めなかったんですよ、高校の夏休みとかもう本当に染めなくて、そうなんです、そうこんな感じで、あ、ケーキね、ケーキね、ケーキ食べますこんな感じかな、何かありますか、まゆみさん、まゆみさんすごい近くでねあれなんですけど探してくれって、そうお兄ちゃんはアイドルデビュー、うん、あ、そうおじいちゃん本当にかじいこ角刈りしてるの、そうまゆみさんの写真ありますある、あー、いいよ、これは見せて OK、 これはアップしないでほしいこれです、まゆみさんの若いところの写真見えますかね、これまゆみさんなんですけど、やっぱ私に似てるんですよね、これまゆみさんね、このなんかめっちゃ花柄なん、すっごい花柄の服着てるんだけど、あ、まゆみさんメールありがとうございます、ありがとう、こちらこそ読んでくださってありがとうございます、真ん中のです、なんか髪型がなんかもうあれだよね、こうあの鶏ヘアになってる、似てる、本当似てる、イケ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 じゃないですか、だってイケイケだった、似てるって、やっぱ似てるんだ、そう昭和感やっぱあるよ、ほらやっぱほら昭和感ある、あ、え、なにこれ、ちょっと待って、ちっちゃいね、これわかんない、これボケちゃってる、これです、まあ難しいね、どうやって見せたらいいんだろう、ここにいるんですよ、まゆみさん、これもうちょっと分かりづらいね、これ分かりづらいですね、さっきの写真の方が分かりやすかったかな、まゆみさんね、肩パッド入れたね、入れたよね昔ね、これでしたね、はい選んでる、何選んでる、え、何これ、お母さん、あー似てるかも、あーでもめっちゃ伝わりづらいね、わかりますか、あ、ありがとうございます、ミラーボール、ありがとうございます、すごいなんかあれ何、宇宙船みたいな、ありがとうございます、すごい海でピースしてるんですけどトレンディードラマに指定してそう、確かにしてそう、わかりますか、そうこれは
雰囲気似てる。あ、やっぱ似てるって、似てるんだね、親子ですね。私はそうですね、お父さんに似てる部分もあるんだけど、お母さんやっぱお母さん味が強いのかな。そうかな。あとなんかある、選んでた写真ある。はい、何このポーズ、何やってるの、なんでこのポーズしてんのって感じなんだけど、わかるかな、見えます。なんでこのポーズしてるのって感じなんだけど、見えますかね。まゆみです、わかる。なんでこのポーズって感じなんだけど、顔がやっぱ私なのかな、なんか、あー私かも、似てるかも。見え、なんか残念だね、なんかカメラ近づけるとちょっとあのぼやけちゃって、そう顔見えるかな、似てるかも、グラビア写真みたいだよね。ほんと可愛いって、よかったね、嬉しいね。今じゃもう顔違うけどね。今じゃもう本当に顔は違くなっちゃって、だからね見せられるんだって、お母さん。そう似てる、やっぱ親子ほんとそっくり。そうそうなんですよ、お母さん言ってた、お母さん言ってた。そうだから見せられるんですよ。そう、まゆみちゃん推しになった、ほんと。でもこうやって、そうですね、お父さんとお母さんが巡り合って私が生まれてって感じですかね。はい、あ確かにメンバープロデュース生写真感あるって。セリフね、確かにそれっぽい。はい、まゆみさん推したくなる、本当に。え、でもね、なんかね、服装とかがやっぱ昭和漂う昭和感ね。さんのね写真もぶっち込んじゃって。ぶち込んじゃって、今日はねその写真大会でちょっとね過去のお写真を見せたんですけども、はい、こんな感じです。私の小さい頃は、でも本当にね数えきれないくらい写真があって、なんかアルバムが何個、何冊ある、もっとじゃない、30？ そう、お兄ちゃんのと私の合わせても30のアルバムがあるんですよ。それぐらい本当にたくさんね小さい頃から写真を撮っててくれてて、そう本当に本当に今日は一件でした、ありがとうございます。そうね、びっくりだよね。そうだからこうやってなんか振り返られるっていう写真があるっていうことはすごいよね。うん、30冊あるので、はい、たくさんあるね。うんね、素敵な家族の、ありがとうございます。そう最近はそうやっぱ携帯じゃないですか、携帯だから本当になんかなんていうかな、こう起動する、なんていうの、あれなんていうの、写真を出すこと、なんていうんだっけ、あ写真を出すこと、印刷か、印刷することがなんか少なくなっちゃったから、そうね、なんか携帯でもいいかなっていうところもあって、そうだけどこうやってねカメラで撮って写真をねこう現像して、そうアルバムに貼ってっていうのをねしたいな私も。現像か、印刷って言っちゃった、現像だね。うん、今は Google ドライブに飛ぶ、私ね、なんかねドライブとかの使い方が全く分かんなくて、 iCloud とかも全く分かんなくて。だからね、そう写真とか結構もうなんだろう、携帯、前の使ってた携帯とかに残ってたりとかっていう感じなんですよね。うん、そうなんです、そうなんです。デジタルデータはすごいです。あ、デジタルデータすごい、本当ありがとうございます。写真で、あ、握手会だった写真は現像してる、ありがとうございます、嬉しい。ありがとうございます。プリントは、あ、プリントで合ってるね、焼き回し。写真残しておくのは本当いいですよね。ね、いいですよね、本当に。なんかねこうやって振り返られるし、なんかそのじいちゃんのさ納骨式もやった、じいこの納骨式をやった時も、そうその過去に撮った写真とかもスライドショーで流したりとかしてて、そうなんです。だからね、やっぱ思い出って写真に残すって大事だなって思いますね。うん、期間、この企画楽しい、ありがとうございます。本当にね、いい、2年じゃないか、約、いつぶりだろう、結構なんか1年以上ぶりにやったんですけど、この企画をね、そうこの企画をやったんですけど、またね、もしなんかいろいろな写真を発掘できたらまたやりますね。泣けるね。泣けますか。これを機にアルバム、握手会アルバム作ってみようかな。ぜひ日清、そう日清の歴史でしたね。はい、日清の歴史でございました。ちょっと今日早めにスクショタイムしますね。どうしよう、スクショタイムの写真がないのに、
どうしようかな、ちょっとどうやったらいいんだろう、どうやったらいい、こうやってちょっと今日これこれしようか、はい、こんな感じでつくしタイム。あ、そうだね、いいかも、ハッシュタグ日清の歴史、日清の歴史や歴史って言われて、高校から完全にマリナになったんですけど、そう、こんな感じで、はい撮れますかね、日清の歴史でございました、はい、秘蔵写真、あとハッシュタグ秘蔵写真でもいいかもしれない、うん、はい、こんな感じです焼きく焼きくってやばいね、焼きく焼きく、はい、撮れました、焼きくはね、ちょっとね、焼きく難しいよね焼きくでもいいな、でも悩みますね、焼きくか秘蔵写真か日清の歴史でお願いします、焼きくの写真持たないとね、ちょっと待って、焼きくの写真どっか行った、焼きく、焼きく、焼きくの写真どっか行っちゃった焼きくの写真どっか行っちゃった、そう、焼きくの写真、焼きくの写真、焼きく、焼きくの写真、お母さんどっか行っちゃった、焼きくの写真どっか行っちゃった、どうだっけ、焼きくがどっか行っちゃったたくさん写真ありすぎて、焼きく、焼きくが出てこない、焼きく、ちょっと待ってくださいね、すいません、焼きくを探してます、焼きくどこってどこ行っちゃうかな、どこ行ったかな、焼きく、あったあった、焼きく、焼きくこんな感じ、焼きく、焼きくの写真、はい、焼きくはい、ただいま焼きくを探してる、焼きく、そのカルタみたいな、ね、ごめんね、カルタみたいに、そうあれ言っちゃったね、はい、こんな感じです、焼きく、謎の焼きく、ハッシュタグ焼きくと、じゃあこのね、私がこのクッキー屋って書きたかったこのね、なのになんか粘土で焼きくと書いてしまった、そのハッシュタグ焼きくと秘蔵写真と、あの日清の歴史でお願いしますそういっぱい、そういっぱいあってありがとうございます、本当にありがとうございます、はい、あ、むしろよかった、焼きくなんか焼きくに残るよね、確かに焼肉かなと思えばね、クッキー屋っていうねはい、ありがとうございます、3つのハッシュタグつけてくださってありがとうございます、こんな感じで、はい、またあったら紹介させていただきますね、うん、あともうちょっとなんですけど、はい、いい企画でした、嬉しい、ありがとうございます、秘蔵焼きくが味わうね、センスセンスあるかな、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、焼きく、焼きくって言いたくなる、楽しかった、面白かった、お宝見れて楽しかったよ、ありがとうございます、あさっても配信します、焼きくはパワーワードか縦読みと一緒だった、あっと縦読み、縦読み、あ、縦読みと一緒だったの、なんだろうね、なんか謎だよね、昔の私って、ありがとうございました、今日も楽しい配信でした、ありがとうございます、ありがとうございます、よかった、嬉しい、なのでまたありましたらまた見せたいと思います、はい高校時代、高校時代はね、うーん、なんだろう、なんかでもまあやっぱ今はこうなんか振り返るとやっぱ年取ったなって思いますね、めちゃめちゃうん、年取りましたね、私も、配信ありがとうございます、楽しかった、眉毛がね、やっぱ眉毛がなんか時代を語ってた感じなんですけど、はい、ということで今日も、あ、16分ですね、見ていただきありがとうございます、たくさんのコメント、アイテムもすごい、なんかこれね、宇宙船みたいなのとかありがとうございます、星もね、ありがとうございます、あともありがとうございます、またメールね、そう載せますね、今日のあの写真に、写真、今日のショールームで公開してない写真を明日のメールに載せますね、はい載せますね、はい、なのでぜひぜひあの私のメールを読んでくださると嬉しいです、そして忘れ物はありませんかこれの一言だけ私は最後に言っておきますね忘れ物はありませんか、もう一回言いますね、はいそれでは以上、待ってますね、はいお待ちしてます、はい、ちゃんと送りましょう、あ、メールね、ごめんなさい、そう、ほんと昨日寝ちゃって、そう、なんか寝落ちしちゃうんですよね、実家にいると、そう、ありがとうございます、あありがとうございます、あ、
ありがとうございます。それも注意ですね。ということでありがとうございます。5551人の皆様、たくさんのコメントアイテムありがとうございました。またねありがとうございます。ありがとうございます。あ、ごめんなさい本当にごめんなさい。そう、なんかね、本当に そういうわけじゃないんですよ。そういうわけじゃないんですけど、はい、ちょっと忘れないでくれると嬉しいなって思います。ありがとうございます。それではまたお会いしましょう。忘れない、ごめんね、ごめんね、みんなごめんなさい、本当にありがとう、ありがとうございます、この一言だけ。またね、バイバイ、ありがとうございました。ん、あ、そうだ、あ、ごめんなさい、あ、最後に、そう、あと、あ、今お母さんがね、書いてくれたんですけど、あのインスタのストーリーでも言ったんですけど、広告させていた、あ、宣伝させていただいたんですけど、 BLT さんのチェックもよろしくお願いします。それではまた、バイバイ、ありがとうございます。 BLT さん、よろしくお願いします。またね、そう、お味噌汁です。おやすみなさい、バイバイ。